スポーツ能が高い人に共通することってあるんですかっていう。ピッチャーどうなん、別にいらんやろ。キャッチャーってすげえ上から来るよね。ピッチャーに返す振りしてパン投げたの、うん、押すと思ったらファーストも下向いてた。野球のじゃなくて多分高すぎんだよ佐藤さんが。子供をプロ野球選手にさせる方法知ってんね。さあ続いて、スポーツ脳が高い人に共通することってあるんですかっていう。よく言うやん、学校の勉強いらないよと。でも学校の勉強できる人が俺野球脳もいいような気するけどね。普通に記憶とかも。ピッチャーどうなん、ピッチャーどうなん、別にいらんやろ。なんでそれキャッチャー目線で言うの。すげえやだ。キャッチャーってすげえ上から来るよね、いつもなんか。どうせ、いやもうこれほんとみんなそうなの。キャッチャーの共通点、ピッチャーお前どうせなんか何も考えないで思いっきり投げてるだけだろみたいな。野球のいるん、ピッチャーは。いやもうなくはないけど、まあ、キャッチャーほど広くはないですよね。もう常にいけると思ってるから、もちろん警戒するは警戒するんだけど。野球のハードル低いよね。ある人もいると思うよ、もちろんね、うん、野球の方が。でもなくてもそんな困んないね。困んない、ね、もう能力さえあればいけちゃう。キャッチャーは野球のハードル高いと思うんで。他どこがポジション野球の薄そうかな。レフトとか薄そうやな。薄そう、ライト、まあレフト、そうですね。でファーストもちょっと薄そうじゃないですか。どうなん、ショートセカンドってやっぱ野球の高くないですか。僕の見てる感じショートはやっぱ高いっすよ。うんうんうん、そうやな、さすがにね、うん、サードも薄いんちゃう。まあ言ってみたら、うん、どうなんだろう、野球のって何をもって野球のって言うんですか、もう佐藤さんの中 で定義として、うん、考えてますよねっていう。まあ、でも正直僕野球のはある方じゃないね。俺もうメジャーリーガーは野球のないと思うよ。いやでもね、そう思うけどいろいろ聞くとめちゃくちゃ考えてますよ。そう、自分の能力を高めることは考えてると思うね。あ、試合の中、その試合の中っていう、その日本人もね、この野球のって、まあ、俺はちょっと定義が違うかも分かんないけど、全員が自分の能力を高めようとして新しいトレーニングやるとかアナリスト的な数値を出すとか、そういうのはみんな高いと思うんだよ。でもこの試合の中のメジャーリーガー何も考えてないと思うよ。そんなことないってな。ほんとほんと、イチローさん言ってたやん、何も考えない野球になってるって。だって全員正面見て守備位置決めてんだよ。はい、こいつどこですか、はい、あ、ここかっつって。そんなもんバッターのタイミングとかじゃないで、そこ立ってんねん。でそこに飛んでこなかったらこのデータ出してるやつが悪いっていう、あの評価らしいの。だから俺は知らないよっていう。なんでそこかじゃないんだろうね、うん、でもそこに考えなくていいから他に集中できるとかっていうのもなくはないじゃないですか。あとだからパフォーマンスが上がるみたいな。あともうなんかわけわからんとこいきなり投げたりするやん。西岡が言ってたもん、これもメジャーあるあるですみたいな。絶対間に合わないのに投げますって。ある、それはある。ピッチャーとかでもある。何かがそうさせてるんだと思うけど、外国人でそれ絶対無理だし、うん、なんでそんなやんちゃなことするのかなと思うけど、うん、やっちゃう人います、うん。あれ多分脳とかじゃないです、多分動物的な反応です。いやだから考えてないねんだから。だって俺メジャーリーガーで、いや俺が見てる試合が少なすぎるのかも分かんないけど、なんか体で止めてとかなくない？ない。普通にさばいてエラーする、うん、いやいや止めときゃ1点入んなかったのになんでそんな軽いみたいな。まあね、でも言うんすけど、でもメジャーのその練習とかやってると結構緩いんですよ。あ、これぐらいでいいのかなっていうノックだったりもするんですよ。だから最初日本から行ったら結構びっくりします。あ、キャンプとかこういう感じでもいいのか。でもあとは自分でやることだから、そうだね、うん、やりましょうみたいな時間だけど、ファーストランナー下向いてると思ってファースト投げたら全員が下向いてるとかないやろ、うん。だから日本で俺がこう投げてて、そしたら一塁ランナーが下向いてファーストベースに帰ってたの、キルイ。ずっと下向いてんだと思って、うん、これノールックで投げたらアウトできるんちゃうかと思って、うん、俺ピッチャーに、いやずっと下向いて帰ってるから、第2リードから結構な距離下向いて帰ってる、うん、だからピッチャーに返す振りしてパン投げたの、うん、ベースの上行ったの、うん、押すと思ったらファーストも下向いてた。でそれが、フェンスまで転がっていくやん、うん、でそしたらみんなライトって言うやん。ライトも下向いてて、でライトでライトって言ったらライトここじゃん、で一塁線こっちやん、ライトって言って下向いててパッて見て、これ前走ってきたからね、俺こっち行ってんの。
すごいっすね。でめちゃめちゃおもろいじゃないですか。でファーストランナーホーム帰ってきてマジでどう思う。いやすごい。だからみんなが下向く。それも野球のないよな全員あれですよね。ボールから目離すなって言われるんだけど話しちゃう。みんなが話す時ってあるんですね。でもねすごいっすね。めっちゃそのシーン見たいわ。いやもうそれどうなるんですか。それライトもファーストも言われるんですか。それサツは何か言われてその後。俺は怒られなかったんだけど。いやそれ怒られないよ。だって完璧アウトだから、うん、タイミングだってベースの上投げてんだからちゃんと。へえライトもファーストもちゃんとこっち見てるなって思わんやん、うん、思わないそこまで、うん、あランナー下向いてんだしか思わないじゃん、うん、ファーストもライトも全員下向いてると思う。すごいね。ライト言われた瞬間俺も下向いてこうなるわ。でも最初危ねってなると思うけど刺しちゃうんだねそいつね。おもろいね。そりゃそうや。だって打つとかないから。そうか何も起きてないからな。だいたい俺でもライト急にやるとバッてなるわ一瞬。何が起きたのかなと思って。何も起きてない。だって普通で言うとピッチャー投げました、バッター何の利用者もない、キャッチャー取りました、でピッチャーに返しますというこの作業をしている中でいきなりライトーって前走っちゃったんですよ。で 前走ってきてこっち行ってんのにで、こう行ったからね。だから全員きっちりあのライトフェンスまで転がっていったボールが。違うよ、まあ、野球のじゃなくて多分高すぎんだよ佐藤さんが。そこだよ。みんながみんな悪いんじゃないんだよ。佐藤さんが特別っていうことにしとこうよ。なんか切なくなるじゃん。なんかおもろいね野球のね、まあ、自信ないな。だってメジャーって2世結構多いやん。やる。なんとかジュニアってあのタティスジュニアとか、うん、すごいじゃないですか。僕タティスお父さんと一緒にやってるんですメッツで、うん、でそのフィールドでなんかねお父さんと野球やってる時の子供がタティスジュニアなんだけど、もう小学生ぐらいでえげつないスイングしてましたよ、うん、メジャーリーガーの子供ってこんなスイングするんだと思って。もうこんな構えとかも父ちゃんよりもワイルドなんですね。バッサー振ってこいつすごっと思ったけど、そのまま本当にすごくなりました。俺はまあ一つの要因として勉強させすぎ問題っていうのがあると思う。あとはあの都市部に住みすぎて、うん、あの私立に行かせよう問題もあると思う。あるね、うん、そうなるとやっぱり勉強させるやん。東京とかだとやっぱり平日練習ないやん。土日祝日じゃんね基本的には、うん、ただそこの練習時間が確保できないっていうところも俺は大きいと思うね。で勉強めっちゃさせるから。でもそもそも子供がプロ野球選手になれるなんて親思ってないんですよ。僕は子供自分がなったからなれんじゃないかな頑張ったらって思うけど、普通に考えたらプロ野球選手ってなかなかなれないんですよきっとね、うん、だったらじゃあ別にそこに時間を費やすんだったらやっぱり普通に生きていけるようなまあ勉強を学ぶこととかの方に力を注いだ方が生きていく上ではいいんじゃないのかなって僕は判断しちゃったから。これも野球やってないし。俺はもう都市部にいて勉強させすぎ問題が一番やと思ってんだよ。で団体競技で練習が週末しかないことも俺は問題だと思ってる。だから逆に個人競技の人だって2世結構多いやん。柔道とかもそうだけど、俺でも子供をプロ野球選手にさせる方法知ってんねん。お絶対分かんないよ、まあ、もちろん確率を上げる方法知ってんねん。そのプロ野球選手が子供をさせる確率、プロ野球選手が子供をプロ野球選手にさせるのも一般の人が子供をプロ野球選手にさせるのも俺は知ってね。確率を上げる方法お願いします。まずは引っ越し徳島県に引っ越しです。なぜ徳島に。徳島県は全国47都道府県人口比率でプロ野球排出率全国ナンバーワンです。でこれね人口が少ないからやろうっていう人いるんですけども、でも香川とか島根とか鳥取とか同じように人口が少ないところは40何位だったりもするから一概にそうだろうとも言えないわけ。えなんか県知事とかやろうとしてる。いやいやでもう一つさっきの話にもあったように練習が土日祝日だけじゃないです、ほぼ毎日あります。火水木金土日練習です。まあ確かにそれだけやったら確率は高くなりますね。で練習場は学校の運動場だから、うんまあそうですね、要はその学校、うん、小学校だけど学校の部活みたいなもんだから、うん、親が共働きでも何でも終わった後家帰ってすぐ来れます。お自転車とかで、だから送り迎えとかいりません。
うちの地元の大津西小学校っていうところだと正面を耐えてるんで、だいたい今は分かんないですけど、僕が現役の時は4時半から7時か7時半ぐらいまで練習です毎日。でプロ野球選手排出率ナンバーワン、毎日練習ある。でナンバーワンになるなんか裏付けがやっぱしっかりしてるってことですね。そうそう。でもね、であの私立が徳島県で私立って1個しかないの。え、そうなの。そう、47都道府県で私立1個しかないの。47都道府県ですげえな。私立が甲子園出たことないの徳島県だけなの。公立行くのが普通だから、みんなね。だからそんなに勉強をがむしゃらにやんなくても高卒まではもうほぼいける全員。だからそこまでがむしゃらに勉強する必要ない、練習環境を整ってる。で中学校も部活ある。で高校から硬式っていう、この練習させるっていう土壌はもうめっちゃ高いのよ。あと先のことは考えなくはないけれども、それなりに次高校はいけるだろうっていうね。そうそうそう、高校まではもう普通にしとけばいい、授業だけちゃんとやっとけばいける。いいね。え、じゃあ徳島ってなんかそういう寮とかってあるんですか、高校とかになる。私立じゃないと、公立だと寮とかないのか。寮、そう、まあ、じゃあもう本当にもう家族で住むしかないじゃん、そうなると。そうだ、だってプロ野球選手したいんでしょ。でしかもね、でもそれでも都会に近い田舎やで、俺の家から。じゃあ東京帰るわって言って家出て2時間後もう東京いるから。あ、そういう近いってことですか。そう、空港も近いし、徳島県鳴門市だと。え、知事になろうとしてます。ええー、なるほど。で車で行ったら1時間で神戸、1時間半もあったらもう USJ だから、めちゃめちゃ徳島推ししてるじゃないですかそうそう、だから都会が恋しい人も田舎だけどすぐ都会に行けるわけよ。で物価安い、住めるプロ野球選手にもしやすい、もう徳島県、特に鳴門市、四国の玄関口、もう一番俺は最高やと思ってる。ああそう。しかも甲子園なんて30分の1ぐらいで出れるからね。今28分の1ぐらいかな。いいね、集まるかもね、じゃあこれでね。そう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 。だからね、あの興味、移住に興味ある人、まあ、徳島県鳴門市の、あの市役所ね、いいね、佐々木があの移住交流大使やってますんで。あ、そうなの、やってんのあ、やっぱやってんじゃんなんだよそれもうあれだね、じゃあこの YouTube 見てブルームーンの見ながら酔っ払ってるご家族の方はぜひ徳島へみたいな酔っ払った勢いでねでもこれでも話は